愛しき我が祖国よ。だがそれもあと6年、1997年までとは。我々が永遠と築き上げた富と名誉が、あの忌々しい共産主義者どもの手に渡るとは。いや、断じてそうはさせん。ナーバッコ。すでに仕掛けは完了しています、リン様。ふん。サイチェン、香港。ニーハオ、東京。いや、ニュー、香港。おい、アイロン。おい、おい。なんだって？一昨年の魔の月曜日以来の大暴落となったニューヨーク株式市場は、今、文字通りパニック状態で、午後の寄り付きの時点での出来高は458ドル42セント安。その後も依然として下げ、大変なことになるぞ。そのままですと引けでは1000ドル近い下値も予想されうるとの見方が社会的となっています。このニューヨークの動きを受けて、本日の東京市場に一波乱あるのは必至の情勢です。株式市場の大幅な下げを受けて、東京市場は全銘柄に不安感が広がり、売り一色の展開となっています。アサトリービール売り、日光工業売り、マタニ工業売り、ヤマト雑器売り、聞いた、ヤマコ、野山、大地、市村の4社で株価をこれ以上下げさせないための底の宣言が出た。4社一斉に買いに向かう。何としてでも市場から客を逃すな。株価を見せてくれ。外食を全部入れてるんだぞ。落ち着いてください皆さん。パニックによる投げ売りは危険です。はい、山高証券。慌てないでください。大丈夫です。日本経済はそれほどもろくありません。目がつかないんですから売りようがありませんよ。何、人の金だと思って。怖いよ、早く出てちょうだい。そんなこと言ったって誰だって損したくないんだ。客を逃すななんて無理だよ、こんな状態の時に。いつまで待たせんだこの野郎。はい、こうしてる間にもどんどん安くなってるんだぞ。今日一日で500万の損なんだぞ。お疲れ様、相葉くん。ああ、ありがとう、山崎さん。まさかこんな騒ぎになるとは思いもよらなかったわ。ああ、まったくだよ。しかし客も客さ、散々転がして儲けさせてやってるのに、下がった時だけ文句言いやがる。でもしょうがないでしょ、お客さんにとっては大切なお金。相葉、江本、いつまで油を売ってるつもりだ。都心のノルマが残ってるはずだぞ。次長、こんな状況ではとても捌けません。客に何て言って売ればいいんですか。そんなことは自分で考えろ。そこの宣言が出た以上、何としても買い支えなければならんのだ。しかし、そんなことをしたら客はパンクしてしまいます。客を殺したら元も子もないじゃありませんか。全員聞け。今相葉の言ったことは君たち全員の気持ちとは思う。しかしこれ以上株価が下がれば、山高証券のみならず証券会が危ないのだ。4社が出した底値宣言はダウ2万6000円を基準としている。現在のダウは知っての通り2万1000円台を上下している。日経ダウ2万6000円台に底上げするには君たちのノルマ達成が必須の条件だ。分かったか。さて、営業にでも行ってきますか。相葉、お前みたいにいちいち客のこと考えてたらノルマなんてできやしないぜ。そんな。相葉くん。下げた株は必ずいつか戻す。それを期待して売りが買いに変わる。その時客に勧められる株は一体。あ？山崎さん。はい、夜食。ああ、サンキュー。気が利くでしょう。今コーヒー入れるわ。あ、そういえば大門次長が帰り際に、こんな暴落時にはよく M&A が起こるって。M&A？ そう言ってピンとこなければ。
そう言ってピンと来なきゃこの仕事失格だな。君も相手を考え直さなきゃな。この仕事失格だって。失格？ M&A、つまり企業買収。そうか！わかった！わかったぞ！あれだけの暴落の中でも、企業買収を受けてる会社の株は、値下げの幅は低く、底値までかなりの差があるんだ。ねえ、コーヒー冷めちゃうわよ。あ、うん。これ、栗原さんの結婚式の招待状じゃない。出欠の届けまだ出してなかったの？うん。あー、いっけねえ！忘れてた！いっけねえじゃないでしょ？一番の親友だって言ってたじゃない。ああ、学生時代からの悪友さ。何やるにしてもあいつとは競ってきたけど、まさか会社まで一緒になるとは。もっとも奴は今や高崎支店のナンバーワンの証券マンだもんな。おまけに結婚まで先越されるなんてな。はい。ええ。あ、明日ですか？大丈夫です。助かりました。株価が下がってる今なら、買い戻せる。今日の月報成績表を見ても、栗原は全店でベスト10の中に入ってやがる。不思議な奴だよな。結婚式であったら、コツを聞いてみようかな。何言ってんのよ。それより、いつまで私を待たせるつもり？え？あ、ごめんごめん。すぐ終わらせるよ。さてと、M&A 株を見つけなきゃ。結婚か。ドンカン。見つけた！あ？そうか、こいつか。相葉、営業に行ってまいります。相葉くん、はがき忘れずに。絶対間違いない。あの株価の動きは M&A だ。相葉くん、はがき忘れないうちに出しちゃいなさいよ。ほんと忘れてた。サンキュー。そうだ、山本さんだ。山本さんならこの株に乗ってくれるはずだ。よーし。栗原。今、栗原とご一緒じゃなかったですか？え？はあ。ああ、失礼。私、栗原の友人の相葉と申します。あ、相葉さん。私、伊藤涼子です。伊藤涼子さん？どこかで聞いたこと。じゃあ、あなたが栗原の！はい。確かに。お約束の1億です。どうしました？これは正式な取引です。遠慮することはないでしょう。今日の市場価格で支店に金を振り込んでおけば、あとはあなたのもの。それにスポット投資もいただきますよ。これもノルマなんでしょ？まさか彼がそんなこと。本当だって。あんな顔してるけど結構おっちょこちょいなんだから。そうですか？あ、戻ってきた。相葉！よ！どうしてここに？いや、車で二人がここに入ってくるの見かけたからさ。何、仕事だったんだって？ああ、乗客だ。帰りにお前んとこ寄ろうと思ってたんだ。ああ、涼子さんとは？ああ、勝手に挨拶させてもらったよ。小一さんの学生時代のこと聞いちゃったわ。それにほら、ご返事もいただいたし。はあ？すまん、つい出しそびれちゃって。たく、涼子さん。相葉から何聞いたか知らないけど、信用しないでください。いい加減な奴なんだから、こいつは。おい。失礼、栗原様。こちら、バッコ様からご結婚のお祝いにということです。
今のが今日の仕事の相手？ああ。何もらったんだよ。おい！これ香港行きのチケットじゃないか。さすが山高証券が誇る営業ナンバーワンだぜ。喜びがいっぱいってとこだな。ん？どうしたんだよ栗原。いや。よーし、こうなったら俺も結婚の前祝いに美味しい株を教えてやろうか。バカ言え。こんな時にそんな株なんてありゃしないだろ。それがあるんだよ。富倉不動産。富倉？どうやら M&A が行われるらしい。どうだ驚いたか？おっといけね、営業営業と。結婚式が必ず出るからな、クリアラ。じゃ、涼子さんまた。はい。どうかしたの、光一さん。M&A、まさか。まあ、とにかく、うちはこのウォーターフロントに10万平米の土地を持ってますからな。今日日株が下がっても土地は下がらん。それに M&A だかなんだか知らんが、うちの不動株はわずか 15%。どう拾っても経営権は握れん。盤石の体制とはまさにうちのことでしょうな。社長、大変です。うん、なんだね、一体。失礼します。ん？臨時株主総会の招集所？そんなことができるわけが。あなた！よしえ！証券マンに騙されたの、大手だと思ってたのに、私の株が。まさか、お前。聞いたか、富倉不動産。ああ、M&A だってな。持ち株が流れたらしいぜ。安定株主の一部から。その株券の扱いはうちだったらしいぜ。あれだよ。おい、大変だ。富倉社長が自殺だってよ。自殺？ええ、ですから株価が下がっている今が逆に買い時かと。ええ、はい。はい、ありがとうございます。富倉不動産、成り行きで5000万株買い！やっぱり思った通り M&A だ。しかしどこが買ってるんだ。市場部も資金の出所がわからないっていうし。相場、相場。あ、はい。ちょっと来い。どうかしたんですか、次長。座れ。はあ。栗原ってのはお前の同期だったな、相場。ええ、あいつが何か。今どこにいる？どこって、あいつなら高崎支店に。行方不明だ。手張りだよ。客の株を無断で売っ払って欠損分の穴埋めをしたらしいが、富倉不動産の重役がうちを相手に告訴してきた。なんですって？そんなバカな。事実、富倉不動産が乗っ取られた。富倉社長は自殺したそうだ。富倉不動産、自殺。無理もない。一代で築き上げた会社だ。それが夫人名義の株を勝手に持ち出された上に、第三者によって名義が書き換えられた。本社が掴んだ情報によると、リーン・カイオンと名乗る人間から臨時株主総会の招集状が富倉に届いたらしい。そして、すでに 55% の代表権を手中に収めてるようだ。栗原が、まさか、そんなことを。なんだ？何？よし、ここに繋げろ。電話だ、栗原から。相場、俺はもう終わりだ。みんなに合わせる顔がない。涼子さんに伝えてくれ。すまなかったと、そう言って。待て、栗原！今、どこにいるんだ！その様子だと、どうやら知ってるらしいな。俺のやったこと。栗原！はじめのうちは大した額じゃなかった。ノルマを埋めるために手張りといってもほんの小さな。うまくいってたんだ。それがあの大暴落で。1億の穴を開けちまった。だいぶお困りのようですね、栗原さん。お宅の支店に富倉義江さん名義の株がありましたね。どうです、取引しませんか？騙されたんだ。大
ターが俺をこんなにしたのは今の証券会なんだ。わかるだろ、相葉。わかるもんか。それより今どこにいるんだ。戻るんだ、栗原。栗原、もしかしてホテルにいたあいつがお前に株券を渡せと要求したのか。え、どうなんだ栗原、説明しろ栗原。バカだったんだ、俺がバカだったんだ。おい栗原、どうしたんだ栗原、いるのか、答えろ栗原。富倉不動産は我々の手に落ちました。引き続き例の会社の方も買い進めます。え?やつですか?せっかくそちらで始末するようチケットまで用意したのに、手を汚さずに済みました。経済競争はあくまでもクリーンにな。それより、遺書など下手な証拠は残さなかったろうな。ああ、そうか。ニュー香港で酒を飲める日を楽しみにしているよ。OK, ボス。今度のことは何て言っていいか。いえ、悪いのはあの人ですから。コーヒー入れ直します。もう遅いですから、そろそろ。そうですか。それよりホテルで会ったあの中国人に心当たりありませんか。いいえ。あ、涼子さん、このチケットを一枚いただけませんか?え?あ、はい。すみません。待って、相葉くん!チケットなんてもらって、一体何する気?林海音、それにあの中国人、間違いない。栗原は最初からこの M&A のためにはめられたんだ。香港へ行ってくる!え?次長には適当に言っといてくれ。あ、相葉くん!なんて言い訳しろって言うのよ。すまんな、木村。栗原のことは聞いた。未だに信じられんよ。同期じゃ一番の出世頭だと思っていたのに。早速だが、調べておいてくれたか。ああ、香港が6年後、イギリスから返還されるのは知ってるな。ああ。その6年後に向けて、華僑たちが躍起になって、資産の海外移動を続けている。その進出先は、カナダ、アメリカはもちろん、日本も重要なターゲットとして、注目され始めてるってわけだ。それは知ってた。しかし本当なのか?そのための金が2000億近くも、日本で動いているなんて。間違いない事実さ。連中にとって、財産の安全だけじゃなく、今後の世界市場で富の拡大を狙うなら、ジャパンバッシングでウェットな日本ってわけさ。だからもっともっと動くだろうな、金が。もちろん海外からのカスト仕立てという形でな。だからなかなか買い占めには気づかない。様々な国の企業を隠れ蓑にして、気づいた時には後の何とかというやつだ。日本じゃ知らんが、こっちじゃ常識だよ、そのからくりは。なるほどな。あれが林海音。香港華僑の中心的存在であり、暗黒街、つまりチャイニーズマフィアの黒幕とも言われてる男だ。そして、その右腕がバッコだ。バッコ?やはり林とあの中国人は繋がっていたのか。あいつらに栗原は。あいつらが富倉の乗っ取りだけで満足するとは思えない。木村、やつの次のターゲット、何か調べられないか。オーケー、やってみよう。お前は?あいつを直接マークしてみる。何か掴めるかもしれない。気をつけろよ。リンの周りには、カンフーの使い手が集まってるという噂だ。ああ、わかった。タクシー!
殺すな。どれだけ掴んでいるか知りたい。どこへ行ったんだ。あ、ありがとう。誰だ。久しぶりだな。お前はバッコだな。栗原を殺すためのデスチケットでわざわざ自分から飛び込んでくるとはな。ここに自分でもわからない。ただチケットを一人で眺めているうちにどうしてもここに来なきゃいけないような気がして、気がついたらこの街を歩いてました。道も何も知らないのに。涼子さん、栗原の汚名は僕が必ず晴らします。まさかこんなところで二人が揃うとはな。ガッ！気がついたかな？リン、俺たちをどうする気だ？どうもこうも君たちの出方次第だ。殺すなら殺せ。だがな、俺たちを殺せば、お前らの謀略はすぐに公になるぞ。謀略？何のことだ。証拠もなしに言いがかりはやめろ。証拠なんていらない！噂だけで株の値段は上下する世界なんだ。俺の仲間が一言喋れば、あんたたちの計画もストップするんじゃないのか？ブラフだ。試してみるか。こいつ！やめろ、バッコ。何が狙いだ？なぜ警察に行かない？それとも誰かのように金が欲しいのかな？やめろ！栗原は単なる金欲しさでやったんじゃない！お前らにはめられたんだ！では何が望みだ？俺は刑事でも、ゆすり屋でもない！証券マンだ！なるほど。私と株で勝負しようというのか。受けて立とう。おやめください、リン様。人思いにこいつらを。わかってる。だがたまにはこんなゲームもいいものさ。後ろを見ろ。私の夢だ。お前にわかるか？私の壮大な夢をお前のようなたかが証券マンに潰せるのか？ウォーターフロント。奴の夢とはもしかして、これはゲームなんかじゃない。マネーウォーズだ。木村！おい、木村！遅かったじゃないかよ。木村！奴らの次の狙いは、どうやら半導体らしい。半導体？森田聖子、ウォーターフロントの森田聖子か。
あとは自分で調べろ。俺は一眠りさせてもらうよ。ああ。香港へ行ってただと？バカボーン！いいか、もう栗原のことを忘れろ。奴のために山高証券の信用はガタ落ちだ。もうこれ以上傷口を大きくするな。確かに栗原のやったことは恥ずべきことです。しかし、栗原は林海音にはめられたんです。甘いな、相葉。ノルマに負けた男はこの世界では生き残れん。そうかもしれません。しかし、どんな世界にも最低のルールがあるはずです。林海音は香港マフィアです。奴の本当の狙いはウォーターフロントです。ウォーターフロントを第二の香港島にして、香港マフィアの拠点にする気です。ん？奴らは富倉だけではなく、森田聖子にまで触手を伸ばしているんです。このままでは、ウォーターフロントは奴らの手に落ちます。確かか？あ？うちが士官の森田聖子が狙われているというのは。はい、間違いありません。森田聖子を狙うということは、士官である山高に戦争を仕掛けてきたのと同じこと。香港マフィアか。面白い。全員聞け！これより山高の威信にかけて森田聖子の防戦街に入る。市場の株は拾えるだけ拾え。本店資金運用部には、私からポートフォリオの切り替えを要請する。森田聖子を買い、成り行きで5000株。そうだ森田聖子。ハル、よし買いだ。そうだ全部だ。森田聖子です。大丈夫です。通商銘柄なんで上がると思います。よろしくお願いします。森田聖子を買い発生です。ぐずぐずしてたら、奴らは安定株主の切り崩しにかかります。森田聖子に知らせて、体制を整えさせましょう。よし、行こい。何？乗っ取り？うちを？間違いありません。大至急対策を講じないと、富倉不動産の二の舞になります。富倉？じゃ、まさかうちを狙っとるというのは？そうです、林海音です。え？緊急役員会だ。全員を招集してくれ。乗っ取り？そうです。ですから持ち株会の皆さんは絶対に株を手放さないようにしてください。乗っ取りを企てている連中は、どんな汚い手でも使います。ですが、それに負けたら終わりです。わかりました。我々は持ち株会とは言っても、半導体のことしか知らぬ技術屋の集まりです。株のことはわからない。全面的にあなたの指示に従いましょう。ありがとうございます。ただ、絶対に会社を守ってください。私は、社長の森田とは畑こそ違え、新しい分野としての半導体を20年間共に開発してきました。ここが私を育ててきてくれた場所です。それが見ず知らずの者に土足で踏みにじられるのは我慢できません。まして、これだけの技術スタッフをつまらぬことで絶対に失うことはしたくないんです。わかりました。必ず守ります。栗原のためにも。森田製鋼に大量の買いが入ってます。買い筋は山高証券です。何？相場のやつ、もうこちらの銘柄を絞り込んできたのか。仕方がない。いくらかかってもいいから買っていき。成り行きで買いだ。成り行き2万回。3万回。さらに1万5000回。3万5000回。当社だ。どこに買いが入ってるんだ。指定筋か。ウォーター関連らしいな。仕掛けているのは山高らしいぜ。相場が悪いのによくやるよ。5万回。5万4000回森田聖子依然回避配すっげえ、急騰してるぞ。相葉、お前のやり口は図に当たったな。こんな時に相場を作るなんて大したもんだよ。江本さん、褒めてるんだぜ。相葉かまわん、40万株成り行きで買っていけ。40万株？支店決済で買えるんですか、そんなに。その心配はない。市場ではストップ高の比例配分を見越して注文が実時の 3,4 倍に膨れ上がって出ている。じゃあ10万株を手に入れたいなら、その4倍の注文をしろと。森田聖子、成り行きで40万株買い。奴らは市場外売買で確実に株を集めている。金だけの力押しではいずれ奴らの持ち株比率が上がってしまう。何か手を打たねば。さらに野山から20万株、ハドモルから15万株、追加10万。25万に対して買い方は400万株に膨れ上がってる。株が少なすぎる。これじゃ比例配分にもならないぜ。無理だ、相葉君。
資金が続かない。この際転換社債を発行して市場に資金を求めよう。株に転換されて相手の手に渡ったらことです。今は確実に持ち株比率を上げるべきです。よし、しかしここが正念場です。現在我々の持ち株は 43% です。あとは第三者割当の決定が降りれば間違いなく勝てる。それまでの我慢です。第三者割当、その手があったか。おい、まだ大蔵省から認可は降りんのか。それがまだ証券取引委員会が慎重になってまして。はい、凛様、我々の持ち株は明日には 51% に届きます。相場も現物の株券を抑えられたら手の出しようがないでしょう。もはや我々の勝ちは。持ち株比率を上げるのならまだ増資という手があるんじゃないのか。油断はできんぞ。抜かりはありません。策は考えてあります。安心してこちらに向かってください。日本か。社長、ただいま大蔵省から第三者割当増資の認可がおりました。そうか。ただし社長、諸般の事情から増資は 20% に抑えられたとか。 20%? 大門さん。大丈夫です。我々が抑えているのは 43%、 それに増資の 20% が加われば 55% を超えます。仮にリンガーが 51% を抑えていたとしても 42% 前後に目減りします。じゃあ次長、我々は勝ったんですね。うん。助かった。社長、大変です。どうしたというんだ。臨海音から臨時株主総会の招集状が。なんだと。どういうことだ。一体何を企んでいるんだ。お静かに、静粛に願います。ただいま、ミスター・リンより出された役員改選動議についての採決の結果を発表します。これは…どうした？どうしたんだ？採決の結果、48% 対 52% で、役員改選論議は可決されました。なんだって。どういうことだ。なんでだ。誰の裏切りだ。おい、国家長退治だ。退治しろ。貴様、森田さん。角山証券と東大証券が持ち株を手放した。まさか二社とも森田の安定株主だったはずじゃありませんか。委任状じゃよ。委任状？門山と東西はもともとカナダとアメリカに母体を持つ会社だ。リンガーがすでにそこでかなりの地位を固めていたんだな。私らが知らない間にどんな駆け引きがあったか知らんが、とにかく金で委任状を買い取ったというわけだ。やられたよ。40年かけて作り上げた会社が、私の分身が負けたよ。すみません。あんなに約束しておきながら、持ち株会の皆さんには何とお詫びしていいのか。僕の力不足でした。本当に申し訳ありませんでした。許してください。あなたの責任ではない。しかし責任は
安定株主を抑えられなかった会社にあります。あなたはベストを尽くしてくれました。金村さん、わざわざ訪ねてくれてありがとう。おかげで決心がつきました。金村さん、まさか。凛にとってもおそらく君たちの技術は欲しいはずです。当分この部署には手をつけてこないと思います。金村さん、金村さん。いい相場だったじゃないか。おかげでウォーター関連株は上がり気味だし、噂じゃあの凛が引き続きうちを幹事証券にしてくれるってよ。江本さん、そんな言い方。事実を言ったまでさ。お前の功績だぜ、相場。本当にこれで負けなのか、俺たち。森田がストップ安。まさか、M&A 騒ぎで6300円はつけていたの。どうして次長。なあ、市場部へつなげ。なんですって、森田の技術スタッフ全員が辞表。ああ、半導体の第一人者の金村の後を追うように、技術スタッフが次々に辞表を叩きつけたそうだ。マスコミが嗅ぎつけるのもあっという間だったらしい。世界最高の技術スタッフが抜けたんだ。ストップ安もわかるな。しかしそれにしても驚いたな、こんなことが起こるなんて。当然ですよ。ん？株は変えても人間の心までは変えない、そういうことですよ。明日から忙しくなるぞ。森田の株は明日以降は下げに向かうはずだ。客に買わせた株は全て吐き出させるんだ。今なら十分利食いある。株が冷え底値が見えた時点でもう一度買い戻す。そうだ、株が下がったっていうならうまくいけば。次長、ニューヨークへ行かせてください。はい、行ってこい、人情だ。リターンマッチの鍵はそこにある。はい。人情は株主総会においてのみ効力がある。元を抑えれば逆転できるんだ。ここはアメリカです。ドライにビジネスとして話しましょう。長い間森田の安定株主だった皆さんならわかるはずです。世界有数の技術スタッフが抜けた森田にどんな価値があるのか、そんな会社の代表になろうとしている林海音に協力して何かメリットがあるのか、よく考えてください。株は下がり続けます。今の2倍の価格で山高は引き取ります。譲ってください。手に入ったか、勘弁は。よーし、立山証券と東大証券とクロスだ。リターンマッチだ、リンパッコ。なんてことだ、技術者はいない、福見資産もない、この会社はまるでクズ同然だ。いっそ誰かに売り飛ばすか。2800円で TOB、いかがです。ん？ふん、相場か。残念だが、お前と取引する気などない。いいんですか？あと半月もすれば、山子はおろか、どこの証券会社だって1500円でも買いたがりませんよ。叩き出されないうちに、とっとと帰れ、相場！叩き出されるのはどっちかな？何？待て、バッコ。どういう意味だ、相場。お前らに経営権はなくなったということさ。門山東西の2社の委任状は撤回された。何？デタラメを。デタラメなものか。なんなら株主総会で決着をつけるか。この。待って。山崎さん、ここは香港じゃないぞ、バッコ、諦めろ。どうするリン、クズ同然の株を抱いて香港に帰るか。手を引こう。しかし東京米を諦めたわけではないぞ。
今株価が下がったらいずれは土地も下がる。その時もう一度君たちにお目にかかろう。行くぞ、マッコ。その時までせいぜい社長の椅子を温めておくんだな。ありがとう、相葉君。ありがとう。でも、みんなどうしてここに？何言ってんの？みんなで空港に迎えに行ったのにいないんだもの。でもどうせ相葉くんのことだから、すぐピンときたわ。ちぇ。何あれ？一億はあるわよ、これ。どうする気？奴らに返してやるのさ。リン、忘れ物だ。クリア！